はい、どうも、久我です。現在朝6時44分、起きました。台湾最終日ですね。本当はもう今日帰るだけなんでビデオ回さなくてもいいかなと思ったんですけど、まあなんか帰るまでが、家に着くまでが遠足っていうじゃないですか。なんで一応回します。で、行きは松山のソンシャン空港に降り立ったんですけども、帰りはトーニャン、あの桃園空港で帰るみたいなので、桃園空港から帰るのでちょっと遠いんですけどね。桃園空港の方にまず向かっていきたいと思います。便が10時発なので8時ぐらいには着きたい、2時間前に着きたいので、今もうちょっと出なきゃ間に合わないかなっていう感じです。当初は Uber でもうタクシーでバーって行っちゃおうかなと思ったんですけども、まあ、せっかくなんでね、 Uber で行ったら何も取れないんで、電車で行く方法をねお伝えできればいいなと思っております。ちなみに Uber だと1000台湾ドルで、まあ4000円弱、3800円とかそんぐらいなんですけど、電車で行くと40台湾ドル、160円以下ぐらいで行けちゃうんで、まあどう考えても電車で行った方がお得ということで、イージーカードを使えばもうビビってするだけなので、所要時間も1時間ぐらいとあんまり変わんないのかな。電車とタクシーと楽は楽なんですけど、とりあえずまあ行ってみたいと思います。チェックアウトをしました。チェックアウトはね、もうほんとルームキーをフロントに返すだけだったんで3秒で終わりました。ソンシャンの駅まで歩いてきます。10分くらいです。中山の駅まで歩くんですけど、もうさすがにこの時間7時前なんで人は少ないんですね。一応天気は曇り、まだお店は全然開いてないです。ソンシャンに着きました。ここから桃園空港まで行きたいと思います。まずはシャンシャン、アイシャン方面の台北メインステーションまで行きます。エアポート、今見て書いてありますね。一旦今乗ってきた改札は出て、改札外の方に向かいます。もっと正直サクッと乗り換えできると思ってたら全然さ、やっと見えてきましたね。今台北メインステーションなんで、ターミナル2で今普通で大丈夫そうです。ここからここまでは40分ぐらい。車内にもスーツケースの場所あって、空港行き仕様の感じです。はい、というわけでターミナル2の駅に到着しました。ずっと快適でした。ここからチェックインに行きたいと思います。とりあえず3階に行けばいいっぽいんで3階に向かいます。お腹減ったけど機内食があるんでね、ちょっと悩みどころっすよ。軽くだけ食べようかな。チェックインをしてきました。9時20分ぐらいの間に入ればいいってことなんですけど、時間があんまないので、もう先に制限エリア内の方にね入っちゃおうと思います。なんか JAL のカウンターですけど、スカイチームが受付してて、ポーンって思いました。なんか人足りねえんですかね。前回やったのはあれか、ターミナル1だったんだね。多分出国審査の方に入ってきてると思います。よくわかんないけど、ゲートが自動化されてましたね。すでにこっちでいいよって思って自動のゲートを通ってきました。搭乗までにちょっと時間あるんで、軽く何か買いたいところですね。広い、なんか綺麗だな。乗る飛行機はこれっぽいですね。あんま大きくないし古そう。どうぞご搭乗ください。今日は人いないっぽいんでラッキーです。今日本に到着しました。無事成田ですね。まあ、ここから帰るだけなんで、今年2発目の海外